マックス・メイビン・マックス・メイビンは、アメリカ合衆国生まれのマジシャン・メンタリスト。パフォーマー以外にも、ランス・バートンといった著名なマジシャンのアドバイザーも、務めている。また、前田智博の師匠にあたる人である。少年時代に、セオドール・アンネマンが編集、発行していた雑誌、ジンクスの影響で、メンタル・マジックに興味を持つ。その後は、 奇抜なメイクとヘアスタイルでメンタリストとして成功し、現在でも世界中で活動している。演じるマジックは言葉の曖昧性や人間の深層心理、高度なテクニックを巧みに組み合わせ、最上級の不思議さを披露する。メンタリストとしての演出に徹する一方、フィルゴールドシュタインの名で主にカードマジックに関する著作活動を行っている。言葉の曖昧性については、 彼自身最も得意とするところで、バーバルコントロールというわずか8ページの冊子の中で、その持論と作戦について言及している。数々の賞を受賞しているが、1988年には日本で石田展開賞を受賞している。日本語が非常に得意で、新日課として知られる。日本で活動する際には、マックス・メビンの意を踏んで、マックス・名人と名乗っている。 ありがとうございます。